僕たちは風呂に入りません。入りません。いや、それはリアルに入んないよ、こいつだけど。いや、1週間に1回入ってからですよ。1週間に1回シャンプー使わないで入ってるから。あ、そう、一言言いたい。シャンプー使うと怒る、この方が。俺の使うじゃねえ、俺の使うなって言って。いや、僕はね、あのリスナーさんがいただいたあの高いシャンプーを使ってるので、それを使われたら僕にくれてるんで。あ、いや、あの、僕もいただけたら使うので、ぜひぜひお願い。シャンプーっす。何よ。いや、何のためにカメラを回したのかと言いますと、そういうことよ。ね、お前から回したの。あ、ほんとね、もうてめえらの茶番にはもう付き合ってらんねえんだ。話聞いてねえ。いや、もういないものだと思って。何、普通に食事中に勝手に回す感じでいいんですか、これは。はい。あ、そう。いいじゃないよ。あ、いいんだ。あるお使いを皆さんにね。まあ、それ今やんの、それ。それを今やりたいと思います。それなんだ、はい、これ今、1200チャレンジの動画じゃないの。1200チャレンジ。え、それ実際何、どうするの。どうするの。今日の企画、はい。学生時代じゃない、自分のじゃない、なんて。大丈夫か、本当に。まあ、本当に企画者か。自分の思い出のある駄菓子、これだ選手権。いや、そりゃね、通ってきましたから、ね、誰かしらもか。あ、誰かしらもか。俺はこいつはいっちゃん古い仲だっていう。もうな、間違いね。一品バーンと紹介して、はい、駄菓子なんてね、3歳児からもうずーっと付き合ってきましたから。俺は2歳と9ヶ月。俺2歳8ヶ月だからね。俺2歳8ヶ月。そこ張り合うぞ。俺2歳7ヶ月。いや、俺じゃあ1歳5ヶ月。2歳9ヶ月。5歳。普通にマシン。一番ラブいやつが勝つ。あー、一番ラブミが好きやつね。ラブミ好きやつ行こう。一番自分で笑っちゃってるもん。一番ラブミが好きやつ。無理して使わなくていいんだから。無理して。中で行こうかな。おっ、まあ、やっぱ自信がありますから。なるほど。出してけ出してけ出してけ。はい、こちらです。バーン。おっ、うわ、写真ポンってやるから。写真出すから。スーパーマン。いいよ。写真出すから。カラオケマイクプラスチロルチョコ。おお。まあチロルチョコはわかるな。カラオケマイクあったか。いや、ゆかりないわ。俺自分と一緒じゃん。俺とお前は。おお。ずっともじゃん。ね、ずっともだけど。否定した方がいいよ、違うから。ずっともじゃん。あ、漫画メモリーズ昔ね。そうそうそう。使えねえことね。なんで使えねえんだ。俺らが歌うのよ、お前。なんで使えねえんだ。どういうことだよ。見たことはあるはあるよ。食べたことない。だからこれ本当にね、こっから開けるんですよ、こうやって。見たことない。え、みんな絶対あるよ、これ。こっからラムネ食えるんですよ。で、固形だよ、固形。ほらほら、食え。食え。一番うまいね、これ。これがうまいんですよ。うまい。上手だった、これ。うまいし、俺はこれを。上手だった。もう喋る。黙れ。これ黙らせる。いや、おかしい。出すりつけておかしいから。もう食え。責任持って食え、これは、お前が。じゃあ、あっためんな。1個目。600です、マジで。ちょうど800が限界。じゃあ待って、企画がブレるわ。そっか、駄菓子か。これを片手に持って、やっぱアニメとか見てました。金曜ですよ、ドラえもんとクレヨンしんちゃん見て、その後ミュージックステーションでした。もうね、ずっとこれでこうやって出した。ターボ少年はずっとそれで遊んでる。くれない。いや、違う、渋いな曲のセンス。渋いな。こんなドラムに突っ込まないでしょ。子供の俺ドラムにボーンって突っ込まないでしょ。M ステとかそのドラえもんの歌とかこれで分かりましたよ。ドラえもん言うて。何の歌それ。本日すぎて分からん。何の歌か分からん。ドラえもんそのポケットで夢を。若干くれないってんじゃん、お前。くれないに若干寄ってんだよ、それ。引っ張られてるから。チロルチョコです。まあ、これはみんな知ってるでしょ。知ってはいるけど、通ったかなとは思う。いや、これ美味しいじゃないですか。じゃあここでチロリ雑学言います。ちょっと今回はね、コンビニで買ったんやけど、これね、でかいと思わないですか。駄菓子屋で買うよりもでかいよね。でかいよね。もっと駄菓子屋のはちっちゃかったんですよ。10円だったもんね。そうもっとちっちゃかったか。ですが、コンビニで販売されるチロルチョコはわざと大きく作られています。さて、その理由は何でしょう。はい、万引き防止。あ、万引き防止。満足感が増えるから。満足感が増えるから。はい、なんとなく。なんとなく。あー、違う。
なんとなくって。お前ちょっとは考えろよ。冷静すぎだぞ。お前もさ、なんかがっかりするわ。当てに行くか笑いに行くかどっちか行け。いやもうなんか一番ずーちょっと考えよ。正解は違います。皆さん、駄菓子屋はやっぱ普通にアバちゃんこれ一つ、はい10円ねっつって、うん、もうね、はいはい、商売成立ってなるじゃないですか。コンビニになる場合そういうわけにはいきません、はい、コンビニはレジを通さなきゃいけません、はい、さてこのレジのバーコードを見てください。なるほど、さあこれだとちっちゃいんですね、はい、なるほど、なるほど。勝つ、あまあまあ、はいはい、いやーこれはね、ビッグ勝つ、ね、これは誰しもが取ってきたでしょ、ああまあまあこれはまあまあちっちゃい、大好きだよね、ちっちゃい頃ね、勝つを食べたいですでもお前頭脳まで子供に戻った、勝つを食べたいですビッグ勝つ、お菓子の美味しさアップ、とんかつ味、ビッグ勝つ、ビッグ勝つ、これです。ほら書いたビッグ勝つ、ビッグ勝つ、あ、本当だ、でしょ、ふざけてると思った、俺ふざけてると思った、ちゃんと見ろこっち来ないなあ、なんで、お前一つも喋ってないじゃん。だから今から喋るやすげえこれすり身入ってたって、しかもあお、ね、魚の成分も取れる、魚の栄養も取れるというか、このミックカツだね。くせえなこいつ、ほんとになんか、おい何思い出は喋るよお前メモリーないじゃない、ないって言えないや、いやいやいや、ありますよ、ないのか、ありますよ。だからそうやってひもじい思いをしてた時にね、助けた、笑ったやつなんです。これはちっちゃい頃から一人暮らししてる、違いますよ親から、親もいます、ちゃんと。でもやっぱりそんな貧しくはねえだろ貧しくないけどさでもさ貧しくねえんかよ、関西からそこそこいい家だろお前少子国カレー粉も入ってるこれね、カレー粉も美味しい、お前だめ、終了終了、おいこれからだったのに、今のはやってやってないです。この後に及んで成分表を読みましたカレーマジで入ってんの、カレー買ってる、これがまた美味しい、美味しいチキンエキスがたっぷりだった、チキンエキス入ってるのこれ、あ、だからこんな美味しいんだな、あ、だからちょっと高いんだよね、いろいろ入ってるので、格別だって美味しさがこれ、あーなるほどね、え、鶏卵も入ってるこれ、うん、ほんとだすげえ、誰が止めるのこれ、お前が止めろよ、お前だよ、お前が止めろ、こっち側が止めろよ、俺が止めろ、なんで逃げたらいいの、俺らボケ側が止めるおかしかったっていうかっていうかな、止めようと思ったって止めるんだよ駄菓子屋の思い出でしょ、あ本当はね、あの10円こうパチンって弾いてさ、こうゴール入ったら、ガーッガーッガーッこういうのが出てくるじゃん、ゲームでこうやって、これ、あれが駄菓子屋の思い出だ、あれ、駄菓子屋持ってきました、え、どういうこと、まあ、ないです、ないよね、あ、なに、以上です、終わり終わりかよ、歌詞持ってこい、終わりかよ、いや、一応あんだけど、これおぉ、あー、出た、ビッグチョコ、これね、今コンビニある50円なの、あ当初これは30円でした、だよね、上がってんだ、30円だったマジで、でこの30円でこの満腹感半端ない、いやすごいよ、確かにこれはね、めっちゃ美味しかったこれは、あのペペロンチーノとかもあるよ、あのシャッフルあれも半端ないじゃん、いやそれなんですよ、大好きだった、でもあれ60円なのよ、確か高い、でもこれ30円半分ね、そうでこれを買ってましたね、あのパチン、このパチンパチンであってね、これね、これこれこれ、白は大体20円って言ってる、言ってるって言うもんじゃねえんだよお前、なあ何してんの、おぉコンビプレイ、コンビプレイ、初のコンビプレイ、初で、でもさ、あのペペロンめっちゃ深くて、いやあれ超好きだった、あれはうまい、あれはペペロンとあの激辛味のなんかラーメンみたいな、あったあったウォークが2本のね、そうそう3本じゃない、2本2本でこう食うね、あれなんで、あれ箸で食うよりもあれで食うとよりうまいよ、うまい、お湯捨てるは捨てない方、俺捨てないです、俺捨てない、俺交互派、あ、分かる分かる、お湯で食った後に買ってきてもう一個さ、吸っててパスタして食う、そう、俺もそうだった、え、もったいなくない、いや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 、それがうまい、マジで、ということで、この今回のサブチャーこんなんですけど、はい、まあ皆さんもね、懐かしいなと思う駄菓子があったらね、チャンネル登録、高評価、よろしく、俺の、まあ他にもね、こんな駄菓子があるよ、俺の、ああ、じゃねえんだよ、俺やってない、まだ、あ、もう群馬じゃなかったっけ、群馬は高校の時、あなんで俺だけ単体なの、あいいかじゃん、デビューお願いします、あそっか、いいわ、じゃあ、あ確かに、だからそういうスタイル、まずですね、あおちゃん、言ってくるね、じゃあ、いや、俺もうさっき飯食ったから、まずですね、僕の駄菓子の思い出は豚麺ですね、まあ豚麺って、まああのやっぱりちっちゃい頃ね、食ってて、まああの豚骨ラーメンを好きになるきっかけだったんですよ、俺食うとしたら夕方くらいからなら食える、してよ、だからじゃあ夕方から頼む、おお無視。
僕の好きなのは、この豚麺ですね。あ、聞いたと俺喉が湧いたから、はい、そこで。まあ、だいたい、小学校入る前ですね。いや、ごめん、ごめん、ごめん。今日はちょっとお前行ったと思ったから。小学校に入るぐらいですね。まあ、これを食べ始めてたら、うるせー！俺がやってんの、今、企画。喋ってるやん、今、こっちで。うるせーな、こっちが企画やって、てめえらが喋ってる。バーン！僕のね、思い出深い、駄菓子はこちら、豚麺で